年収チャンネル。はい、年収チャンネルの株元です。美咲です。山本です。いきますか、質問回答いきます、はい、ちょっと社会人向けの質問かもしれないですけど、株元さんは人をマネジメントするときにどういったマネジメントをされてるんですかとの質問です。これはみんなやり方違うから人それぞれだと思うんで、僕は別に正解じゃないっていう、もう前提の上でちょっと偉そうに言っちゃうけど、はい、僕的にはなんか人と違うやり方なのは、人がこう動くときってこれが欲しいから頑張るとか、勉強するときもどこどこ大学に受かりたいから頑張るとかっていうモチベーションがある人と、これを失いたくないから頑張るっていうネガティブな要素を遠ざけるためにこう頑張る人と2パターンいると思ってまして、はい、でどちらかというとその2つ目の方が多いんじゃないかって僕は思ってるんですね、うん、やっぱり早稲田に受かりたいから受験勉強するんじゃなくて、浪人したくないから早稲田に入んなきゃとか、うん、低学歴って思われたくないから早稲田に入んなきゃとか、分かんないけどね、早稲田に入りたいっていう欲が強いんじゃなくて、こうなりたくないっていう欲が強い人が多いんで、はいはい、これが結構社会人になっても応用できると僕は思っていて、うん、はい、これを達成したらいくらあげるよっていうモチベーションだと、多分人ってそんなにモチベーション上がんなくて、なんていうかちょっとパンの世界が待ってるのってあんまイメージしにくかったりするとなおさら人は動かなくなる、はい、ただ先に給料をじゃあ5万とか分かんないけど月に上げたとして、これが達成できなかったら下がっちゃうよみたいな方が人は動く、うん、今の生活を下げたくないから、はい、なんでどっちかというと僕は先に多めに払う方が好きなやり方ですね。だから山本くんとかも多分初動は結構多めにもらってたと思うんだよね、はい、でその生活に慣れてきたでしょ、はい、こっから月20万下げるってなったら、はい、しんどいじゃん。しんどいっすね。20万下がっちゃうって言われたら、はい、めっちゃ頑張ると思うんだよね、はい、でも今の給料をあと20万これをやったら上げてあげるって言っても、まあ、頑張りますとは言うけど、多分そんなクリティカルには行動動かないと思うんだよね。危機感みたいなところでだいぶ違いますね、うんうん、っていうのがなんか人の本質だって俺は思ってるから、はい、先に俺がリスクを取るっていう話なんだけど、マネジメントにおいてもね、これを達成したら給料が上がるっていうのは、要は達成する間は部下がリスクを負ってるんだよね、はい、でも先にお金を上げるっていうのは俺が先にリスクを負ってると、はい、それが結果いいマネジメントにつながるって俺は思ってるんで、なるほど、これまあまあ経営者っていうのもあるんだけど、普通のなんかマネジメントとちょっと俺は違うかなって思うところですね。そうですね、うん、ちなみに山本くんは株元のマネジメントでなんか不満とかあれば今この場で発信してるまあね、まあ、うん、一応株元さんの下でやってるので不満はないですあるかもしれないけど、ね、カモンさんいないところで、うん、カメラマンっていうの、そうだね、あれいないところで全世界に発信しておいて、はい、そんな感じで質問回答になってますかね、はい、じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。随時更新中です。これはめちゃくちゃ役立つからね、見てね。先の一言、株元さんの下で働けている山本くん、幸せだねこっちも映るぞ